陸軍少年飛行兵とは、日本陸軍の航空兵科現役歌士官となるため、10代の男子志願者から選抜されて、陸軍の航空関係諸学校で教育を受けるもの。1933年4月に、制度の原点となる陸軍飛行学校生徒が定められ、1940年4月より正式に少年飛行兵の名称となり太平洋。 戦争終結まで存在した。消費と略称される場合がある。英語では、アーミーエアーフォースリトルボーイ・ソルジャーズと訳されている。陸軍で飛行機操縦や技術に従事する現役歌手官となるには、兵として入営した者がまず舞台で一般の教育をされ、志願により歌手官候補者に選抜されるか、または歌手官に任官した後に、 航空関係の軍学校で専門の教育を受けていた。しかし、航空陛下は極めて高い技能が要求され、特に操縦者には、要請に長い年月が必要となるため、若年から教育をする必要性が1921年に意見として提出されている。 海軍では1929年12月、後の海軍飛行予科練習生となる制度が定められ、翌年より採用が始まったが、陸軍ではそれより遅れ、1932年に、所沢陸軍飛行学校内に、少年航空兵制度研究委員会が設置された。海軍の飛行予科練習生教育の目的が、 将来の特務士官であったことと比べると、陸軍少年飛行兵教育の目的は、あくまでも、可視官の養成に止まっていたことが大きな違いである。そのために、よかれんに比較すると、少年飛行兵の教育カリキュラムには、一般教養や語学などの講義時間は大幅に少なかったり、割愛されていた。1933年4月26日、陸軍飛行学校に、 おける生徒教育に関する件が交付され、同年8月1日に施行された。この直例に基づき、航空兵科現役科士官と試すべき生徒として、一般及び、陸軍部内から消防し、試験による、選抜の上陸軍飛行学校に操縦生徒及び、技術生徒として入校させたものが、陸軍少年飛行兵制度の原点である。受験資格は、 入校年の3月31日における年齢が、操縦生徒は、満17歳、以上19歳未満、技術生徒は、満15歳、以上18歳未満、学歴に制限はなく学力が操縦、技術生徒とも高等小学校卒業程度とされ、毎年1回入校し、就学期間は、操縦生徒がおよそ2年、技術生徒がおよそ3年と定められた。 生徒は在校中は兵籍にある軍人ではなく、卒業後に上等兵の階級を与えられて部隊に配属され、およそ1年の訓練と可視観候補者勤務を経て、現役航空兵五長に任官する。1934年2月1日、操縦生徒70名、技術生徒100名が、埼玉県入間郡の所沢陸軍飛行学校に入校した。当時は、 まだ正式な名称がなく、単に陸軍飛行学校生徒であり、場合により少年航空兵と通称されることがあったが、後に少年飛行兵の名称が正式化した際、この時の170名を第一期と位置づけている。消防時の学力要求は特に高いものではなかったが、応募者は操縦生徒が3336名。 技術生徒が6398名という難関で優秀な人材を集めることができた。1935年8月、陸軍航空技術学校が所沢陸軍飛行場内に設置され、技術生徒は同校でおよそ3年の教育を受けることになった。操縦生徒は同年12月に埼玉県大里郡に開設した熊谷陸軍飛行学校へ、 第2期生より移住し、約2年の基本操縦教育を受けた。1937年12月、東京陸軍航空学校が開設された。これによって、翌1938年より、それまで操縦と技術の生徒を別々に採用し、教育していたものを改め、採用時には、操縦、技術の別なく、東京陸軍航空学校に、毎年2回入校させ、 1> 約一年の基礎教育の後に生徒を操縦と技術、さらに通信の三つの文化に指定し、文化ごとにそれぞれ、熊谷陸軍飛行学校、新設の陸軍航空整備学校、同じく水戸陸軍飛行学校へ入校させ、さらに約二年間の専門技術教育を行うようになった。東京陸軍航空学校ははじめ、熊谷陸軍飛行学校内に設置された後、 1938年8月に、東京府北多摩郡に移転し、教育を行った。同校の受験資格は、入校年の3月31日における年齢が、満15歳、以上17歳未満、学力が、尋常小学校卒業程度となった。訓練中の少年飛行兵1940年4月、陸軍士官兵令、陸軍補充令改正などにより、 少年飛行兵の制度が定められた。従来までの航空兵か現役歌士官と試すべき生徒は少年飛行兵と試すべき生徒となり、生徒は東京陸軍航空学校を卒業して各飛行学校で約1年間の専門教育課程を修了すると少年飛行兵を命じられ上等兵の階級が与えられる。これは実技教育中における事故死の場合に、 軍学校生徒と現役軍人では一時資金に違いがあることを考慮したものである。飛行機操縦はもちろん技術、通信においても実技教育では、機場整備、機場通信などでの事故があり得るため、教育区分に関係なく少年飛行兵に任じられた。少年飛行兵は、さらに約1年の専門教育を経て、階級を兵長に進め、 歌手観候補者として部隊に配属され、約6ヶ月の訓練を受けた後に、現役の伍長に任官する。同年10月、宇都宮、立原洗いの、各陸国飛行学校が開設され、熊谷と合わせた3校で、操縦文化少年飛行兵は、約1年間の基本操縦教育を行った。同年8月に、茨城県中郡に開設され10月に、 東茨城郡に移設した陸軍航空通信学校では通信文化と戦技文化の少年飛行兵が陸軍航空整備学校では技術文化少年飛行兵がそれぞれ約2年間の専門教育を行うこととなったそれまでの採用者数は各機とも百数十名から数百名程度であったものが これ以後は一機あたり千数百名から数千名と大幅に増大し、太平洋戦争では辞任規模において少年飛行兵出身者が陸軍航空の中核となっていった。1943年4月、東京陸軍航空学校は東京と大津の各陸軍少年飛行兵学校へ改編され、少年飛行兵となる政党。 毎年2回入校させ、約1年間の基礎教育を行い、その後に、宇都宮、熊谷の各陸軍飛行学校、所沢、岐阜の各陸軍航空整備学校、陸軍航空通信学校で文化に応じた専門技術教育を行うよう定められた。同年、受験資格の年齢の上限を20歳未満に繰り上げ、基礎教育を行う。 少年飛行兵学校へ入校することなく、直接専門教育を行う学校へ入校する短期教育のおつし制度が第14期より採用され、従来の教育は公主制度とされた。これは太平洋戦争の戦況が逼迫したために、消防試験の成績優秀者などをおつしとして、促成教育する、思考的な制度であった。まもなく、おつし制度は、 陸軍特別幹部候補生制度に移行し、少年飛行兵は1944年採用の第18期より、高圧の種別がない従来の採用方式に戻った。1945年8月、第20期として採用された2000名が同月、上旬に基礎教育の各学校へ入校後名もなく、ポツダム宣言の受諾による日本の敗戦と陸軍の 解体によって、陸軍少年飛行兵制度は廃止された。1934年2月の所沢陸軍、飛行学校生徒入校からの11年半で、計45,265名への教育が行われた。1934年2月1日入学、1935年11月27日実施学校卒業。操縦生徒69名。 技術生徒100名1935年2月1日入学。ミサオ。1936年11月30日飛行。卒業。1937年2月27日実施学校卒業。技。8月26日講義校。卒業。1936年2月1日入学。1937年11月27日飛行。卒業。 1938年2月末、実施学校卒業、技、6月28日講義校、卒業1937年2月1日入学、1938年7月30日飛行、卒業、同年10月30日実施学校卒業。1938年2月1日入学、1939年4月、入学。 1941年3月卒業1940年3月入学1941年3月29日東高校卒業1943年10月1日入学1944年7月28日卒業27日卒業卒業期不明山田治虫丁英鎮ありがとうございます